中国四国地方最大の都市広島。120万人もの人々が暮らすこの町は日々活気にあふれています。にぎやかな市内中心部から車を走らせること1時間、周りの景色は住宅街から緑へと変わります。見えてきたのは広島市佐伯区湯来町。そのさらに奥、一本道を抜けた先に上多田集落はあります。人口は100人にも満たず、そのうちの7割は75歳以上、いわゆる限界集落です。林業で栄え、かつては1000人もの人が暮らしていたこの場所。にぎわっていた頃の面影はほとんど残っていません。高齢化、人口減少、大きな現実が立ちはだかる中、集落を変えようと立ち上がった若い夫婦がいました。田舎カフェおそら行き。ポツンと佇む可愛らしい古民家、集落唯一の飲食店です。これ汗だくなんですけど大丈夫ですか？いや大丈夫です。鼻の上に汗が。カフェのオーナー佐藤恵美さん、隣の集落から手伝いに来てくれたママ友と手際よく料理を盛り付けていました。この日は久しぶりにたくさんのお客さんがやってくるため、忙しそうな恵美さんたち。用意する食事にも気合が入ります。お客さんがやってきました。綺麗な彩りの料理に興味津々。エミさんの作った料理を頬張ります。So good. So good. Do you like it? Mm-hmm. Love it. It has so much flavor and it's so healthy. And you don't need meat or fish. It's really perfect. エミさんは5年前、旦那さんと一緒に上多田に移り住んできました。東日本大震災をきっかけに故郷福島を離れ、自分たちのお力で生きていける再出発の地を探していたといいます。そんな時、縁が重なり行き着いたのが上多田集落でした。今では集落のことを誰よりも思う上多田にとって欠かせない存在です。大体広島の観光っていうと平和公園と宮島で終わっちゃうんですけど、やっぱりこの一歩外に地域の方に出てくると、こういうまだ古い建物が残ってたり、この豊かな自然が残ってる、結構海外の方見られるとすごい喜んで、やっぱ地域の方もやっぱ海外の方とかが来ると結構喜ばれたりして、でそこでまた交流が自然と生まれたりして、カフェが観光客と集落をつなげる役割を果たしていると実感しているエミさん。そんな彼女の夫、佐藤亮太さんが今回のお客さんを連れてきました。集落に人を呼び寄せるためツアーを企画している亮太さん。観光客は何を求めているのか、広島に長年住んでいる友人、そして海外出身の仲間を相手にモニターツアーを行っていました。お酒を飲みながらアイディアを出し合う亮太さんたち。どんなツアーにしていくのか
話に花が咲きます。ちょっと目が遠くなってやっぱりこの、ね、地域の方もだいぶ年齢を毎年重ねるわけで、まあ、そういう最初この集落を何とかしようっていう勢いは減ってきてる部分もまあ、あるし、まあ、そういう面ではまあ一時的に地域全体の活動としてはもうちょっと低迷してる部分もあるけど、でも逆に今からの部分の方が大きいかなと。ここからっていう感じ。でもめちゃめちゃ楽しいんだよね、そういう地域の人と飲むのさ、もうみんなもなんか酔っ払ったわけわかんないだし。でもなんかそういう昔の話をいろいろ聞かれてさ、めちゃくちゃ楽しいんだよね。本当減ってんだよね。それはすごく本当に一番そのなんだろう、集落の全体というかそれを感じるのは、飲み会が減ってるのはすげえ。そうですか。活気もね。仲間とお酒を飲み明かす楽しいひととき。久しぶりの夜でした。佐藤さんに影響され、新たな挑戦を始めた人たちがいました。太田正蔵さんと佐古和義さん、上多田集落のすぐ隣、雲出集落の出身です。昔は多くの人が暮らしていた雲出も、今では3世帯2人が暮らす限界集落。土日祝は3回しかないね。わかるけど、家はもうだん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 人が住まないから、その腐ってしまう。で、自然にひっくり返ってしまう。いうような感じでね。どん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 だから集落が荒廃して、まあ、なくなる方へ向かっとったわけ。50年代かね。これ60年代ぐらい。ここで生まれ育った同級生の2人は、一度集落を離れたものの、3年前に戻ってきました。家族連れとかグループでここでゆったりしてもらって、子供はこの辺で飛んだり何か、遊んでもらったらね、まあ、にぎわいにつながるかねって。とにかく人に来てもらうとね、もう何にしてもそうじゃないですか。廃れてしまう。自分たちの故郷を少しでも活気づけるため、二人が始めたのは公園作りでした。釣り堀や夜には寝転がって星を満喫できる芝生。どれも二人の手作りです。今ここへ桜の木があるでしょ。120本あったの。二人が特にこだわったのが桜の木。ここへ、これ一番最初に植えたんだよ、この辺が。公園を見守るように植えてあります。だからもう10年したらね、かなりのこう花見ができるよね。自分たちの作った公園に、遠くから遊びに来てくれる人がいる。次は何を作るか、考え中なんだそう。雲出もまた、変わろうとしています。なんとか現状を変えようと動き始めた佐藤さんたち。彼らの想像する10年後の集落はどのようなものなのでしょうか。5とか20年後とかどんな町なの。わかりません。ね、10年後とか全然わかんないよ、ね。まあ、言ったら本当に自分がいるかどうかもわかんないし、1年先ですらどうなるかも全然わかんないよ、ね。世の中の話流れもどんどん早いし、10年後とか全く分かんないよね。だね、10年ぐらい、10年ぐらい、まあ、生きていたいと思うんですよ。ここはね、桜の名所になってね、お花見季節とすっごい車がずらーっと並んでここでね、みんな弁当食べたりして楽しんでくれるイメージは持ってる。10年後なんてわからない。桜の名所になってくれたら。想像のつかない限界集落の未来。再び活気が戻ることを信じ、彼らは思いをつないでいきます。